うわやったやりました KO したなんかや山本道場ゴルフ TV やりました。あ、いいぞ。ああ、いやいやいや、実はですね、案件来ました。今日案件動画です。先に言うな。いやー、やってきてよかった。今日はなんとキャロウェイのアイアンの案件です。いやーいやーやった興奮すぎて痛くないでくださいこれ山本道場ゴルフ T が申し訳ございません山本道場のホームページですはい山本道場の千里です、はい、山本道場の樹です、はい、もうね、はい、山本道場ゴルフ TV 昔から見てくれてる人はもうキャロウェイのね帽子キャロウェイのクラブをね使ってる皆さんもご存知だと思います、はいね、でそれでもずっとキャロウェイを使い続けてきました私の心の中でいつか、正式にキャロウェイゴルフから、まあ、案件が来ないかと思っていたら、はい、ついに来ましたありがとうございます、ね、やっぱりね何が来ました生きてたらいいことあるもんですねはい何が来ましたか。なんと今度発売の X フォージドアイアンです。なんでこんなに興奮してるかと言いますと、はい、持ってるんです。X フォージドアイアンがもう大好きで、はい、ね、でこの X フォージドアイアンを語り出すとうるさくなるんでギュッとまとめますけども、はい、このアイアンね。PGA でも新しいアイアンがどん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 出てもこれを使い続けてるっていうね選手が多いんですよ。でね最近アイアンといえば、はい、ステンレスが多いんです。はい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 、はいね、でもまあ私がゴルフ始めた時はステンレスっていうのはなくて、はい、なんて単造アイアン聞いたことあります？ないです。どういう意味かわかります？わからないんでしょ。柔らかいアイアン。柔らかいんです。鉄もステンレスになると硬い。なんてつになると柔らかくなる。はいはいはい。ね、で、そういう軟鉄単造アイアンのことをフォージドアイアンって言うんです。それで、はい、X フォージドってことですか。そういうことです。なるほど。もう一個うるさいかと言っていいですか。はいはいはい。そしてこのフォージドアイアンというのもいろいろ出てます、はいはい、出てるんですけども私の感覚ですよ、はい、ちょっとねフォージドなんだけれどもちょっとねステンレスに近い硬さなんですよ。へー。ところが今回日本人向けに設計したぞということはもっと柔らかい柔らかいからフォージドよりはい、はい、フォージドよりいやいやだからフォージドはフォージドなんですけども日本人の好みに合わせた設計になってるんです。へ、はあ、じゃあ好きってことそれは大好きだと思います。まだ打ってません、はい、ただそういう触れ込みです。なるほどね。それをしだしていこうはい、いうのが今回の動画でございます、はい、もう言いたいことないですか、はい、ないです。ただ、はい、もうほんまに案件動画とはいえ、はい、忖度なしで、はいはい、まあ好きやからこそやもん、ね、好きやから忖度しません、うんうん、逆にの、はい、いうことで、はい、これから早速ね、はい、いろいろ説明しながら、はい、打っていきたいと思います。それではいきましょう。それでは伊築選手から、はい、打っていきたいと思うんですけどまずピッチングをねピッチングですちょっと、今回の X フォージド2種類ちょっと知らせてみたいと思います、はい、まず X フォージドよりも X フォージドスターの方がちょっとストロングロフトふーんで、ちょっと確かに顔もフェースも大きめに作ってます。
ただ両方とも従来の、ヘッドの重さよりも 5g 軽くしてるんで、非常に振り抜きやすいということだそうです。で、まあさっきも言ったように打感と打球音が違う、打感と打球音が違うんですよ。だからそれを打ってみてもらいましょう。もう感じて打たせてください、ね、はい、もう私もちょっと早く聞きたい。わ、打ちやすいかも。めっちゃ抜けがいいかどうかが非常に振り抜きどう？ヘッドがピッてけえへん。え、けえへん、けえへん。いや、俺打球音めっちゃいい。いいな、いい音やな。おー、ナイス。なんか弾いてるっていうよりかはくっついてる感じ。そう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 、バーンっていってるっていう感じがするな。おい、うわ、いい音。うん、いい音。ナイス。きます。でも打感が結構柔らかい、ほんまに。打感柔らかいよな。オーケー。じゃあ今度スタート。はい。あ、何やろ、スターの方がちょっと振りやすそうやな。そうやな、うん、スターの、なんか結構あの顔も好みかもしれん、私も。うん、どうやろ、うん、いいね。はい、はい、OK。 ナイス。引っかかる感じがせん。うん、ナイス。いや、ほんまに抜けがいいよな、ほんまに。ナイス。うん、ナイス。ほんまにもうポーンって飛ぶわ。めちゃくちゃいい。オッケー、はい、じゃあいよいよ俺が打つかな。そうか、恋愛やもんな。そうや。はい、それでは早速打ってみたいと思います。トライレベルソールデザインといって、この後ろね、このリーニングエッジのこの下のところと、それからこの後ろのところ、これね、しっかりこう削ってあるので、あの地面の接地面積がすごく小さくなっているので、まあ、当然振り抜きはね、良くなりますよね。はい、じゃあ行きましょう。
おわこれいや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 マジでこれは打感がいい打感がすっきり柔らかいやらかこれはいいですよしじゃあ次スターねこれもいい顔してます、はい私こだわりがあってここのちょっとここの、ねこのフェースの上の方のこの部分これね、ちょっとこう分厚いのは嫌なんですけどこれはすごくいい感じですねわーいいわ文句なしいいと思いますまあちょっとストロングロフトなんで距離はこっちのが出る感じですねでもすごい簡単にポンと出る感じですねはいじゃあ次8番アイアン打ってみた感じは、まあ、まずはこれマットなんですけどもやっぱりこう打ってからのヘッドの振り抜けはすごいいいですいいいいねビシッビチャーっていう感じで好きですこれ私の感じなんですけどこの練習場の練習のボールでこういう感じなんでほんまにあのコースでコースボール打ったらまたすごくさらにいいと思いますうんこれ8番だけどキャリー151の155うん操作性もバッチリここで153の157161の168166の174、うん、これもうめっちゃ振り抜けに振りやすいはい、今回紹介しています X ポージドアイアンなんですがやっぱりね練習場で打つのとコースで打つのとまたちょっと違うんですねそれもねちょっと皆さんに感じていただきたい紹介したいので、実際にコースに行って打ってみた映像がありますのでそちらをご覧くださいはいそれでは実際にこのキャロウェイの新しい X フォージドアイアンの打球音をやっぱりね実際のラウンドのその状況で使ってるコースボールを打ってねちょっと感じてみたいと思います
ちょっと売ってますね、はい、ちょっと音聞いて出よう、ちゃんとちゃんと売ってよ、うん、ずっとその音がいいって伝わるように、はい、プレッシャーかけんな。わー、いい音といい弾道です、最高やな、音いいな、音いいな、最高、打感めっちゃ良かった。おー、最高ちゃん、フェードですね、もう打ちた、めっちゃ音綺麗、もう打ちたそうやからあんたら打ってよ、じゃあ、はい、じゃあこのように打ってください、え、マジで良くない、これめっちゃいい球やん、いや、これさ、ラウンドで、え、これ7番、7番もいけば、打感最高、ラウンドのこの音やばいな、コースの音、飛んでますね、5番、はい、いいよ、ね、低くていい、それスター、これスター、 OK、 これスター、やっぱ顔大事ね、これさ、やっぱりあの、なんていうかな、練習場でさ、売ってるから、まあ、同じっちゃ同じなんやけど、やっぱ違うね、薄いひん、ちょっとこれ同じことばっかり言ってるよ、5番さ、普通に打って2球目フェード打ってて、おお、ナイス、やば、いや、これはシダ行ってほしい、そしてそのままコースに行ってほしいこれもうな、練習場の打感よりもこの芝の打感がもう最高にいいわ、びっくりしてる、あー、フェードやな、ちょっと待って、これめっちゃいいじゃん、好きやん、めっちゃいい、やれすぎる、やって興奮して今、かわいい、これはこれでめっちゃいい、おー、ナイス、弾道最高、最高、え、1個だけ、俺ちょっと工事堂の5番を出して、工事堂、うわ、俺顔ちっちゃいし、こっちの方がいいな、操作性がやっぱりこっちの方がある、うん、うわー最高、次ラスト放置のあんたが打ったら好きなだけやるわ、え、もう完璧やろ、ドローとフェード、いや、でも完璧、音もいいし、音めっちゃいいよな、いや、いい、俺だってここにマイク仕込んでるもん、ほんまに、皆さん、うん。
はい、ということで、皆さんに打ってもらいました。私も打ちましたけれども、今回ねこのアイアンって中上級者向けです。はい、ね、バーンと飛ぶのが特化したとかそういうことではなくて、打感、打球音、それから振り向き、こういうのをね、特化したアイアンだと思いますが、これはいいですよって言うけど、皆さんぜひね打ってもらいたい。これを打つだけならあのフィッティングスタジオっていうのがあるんです、東京と大阪でね、はい、キャラウェイさんはね、はい、で私は東京のフィッティングスタジオの方にも行ったことありますけども、はい、まあ結構あのいろんなシャフトを変えたりとかしてね、いろんなベストなフィッティングをねしてもらえるんで、ぜひ行ってもらいたいと思うんですけども、あそこいつもいっぱいですだから早めに予約してね、そんだけいろいろしてくると、はい、行ってください。次第できる、ね、そのフィッティングスタジオは概要欄に貼っておきますんで、ね、はい、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、山本登場ゴルフ TV が自信を持っておすすめする、キャラウェイ、X4 自動アイアンでした。それでは打ってみてね。お、おい、来い。いいね。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お、いた。